リンゴルフの皆さん、東京都出身上竹なるみです。はい、こんにちは、カメラマンの山ちゃんです。今日はリンゴルフが今やってるリンゴルフフューチャーズトーナメントで、昨年12月の最終戦で優勝した上竹なるみ選手に来ていただきました。会場は千葉県松戸市にありますロックスゴルフシミュレーションスタジオです。ここは松戸駅から徒歩10分くらい で、飛距離アップ系のなんかレッスンとかもやってるみたいで、ちょっと興味がある方とか近い方はぜひ、概要欄にホームページとかも貼っておきますんで見ていただけたらなと思います。ということで今回はリンゴルフフューチャーズトーナメント優勝者のクラブセッティング紹介とアプローチ、これをやったらすごいなんか良くなったみたいな練習方法があるって、はい、あります。さっき聞きました、はい、はい、それと飛距離アップした練習方法、この3本を紹介していきたいと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。上竹なるみ選手のちょっと3本目で、はい、ちょっと飛距離アップにつながる、はい、練習方法についてご紹介お願いします。はい、まずは毎日素振りを100回は絶対やってて、これエリートさんのなんか素振り棒なんですけど、結構みんな持ってる子が多いと思うんですけど、なんか素振りするときバットとかよりもこういうちょっとしなりある方がよくって、バットだとしなりがないんで、ただ棒振ってるだけ、うんうんうん、でタメとかが作ってる感じないので、なるべくしなりが出るやつで、うん、これは重いのと軽いのどっちも振れるんですけど、まずは重い方から振っててで、いつもその素振り100回って言ってもそのフルスピードマックスを100回じゃなくて、まあ一旦10段階まで最初すごいゆっくり振って、でだん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 スピードアップしていく感じでいつもやってて、そのメリハリっていうかないと、まあ、師匠のあれなんですけど、師匠曰くやっぱ飛距離アップがちょっとできないからって言われて、あと1段階ずつこう振り分けできると、そのコントロールショットとかの時もすごい役に立つっていうか、感覚がすごい身につくので、そういう素振りをした方がいいかなって私は思います。うん、10段階やばいっすよね。はい、10段階はまあ本当自分の感覚なんで、多分、見た感じじゃちょっと何が変わってんだろうみたいな感じじゃないですけど、本当ちょっとの差。僕なんか軽く振る、はい、普通に振る、うん、思いっきり振るしかないですよ、3段階まあ、あと強いて言えば、まあ、曲がってもいいからさらに振るみたいな感じかもしれないですけどそうですね、10はすごいですね。はい、10で振ってて、で最後、まあ、結局11段階になるんですけど、その自分の中の限界っていうか、あ、もうこれ以上無理って思ってるけど、本当はもっとなんか力出せるはずなんだって師匠に言われてで、もう11回目はもう死ぬ気で振ってます。もうブーンって。あー、死ぬ気で振るのが 11? はい、11です。結果11を、まあ大体10セットぐらいやってます10セット、はい、おーおーおー。でも重いので5セット、軽いので5セット、交互にやります。最初重いので11回振って、次軽いの11回振るみたいな。やると、まあ、そんなに疲れない。言ってそんな最初ゆっくり振るんで疲れないので、割と続きやすいんじゃないかなって思います。私本当飽き性なんで毎日続けられるわけないって思ったんですけど、師匠がやったら LINE しろって言われて、あ、今日も一日のメニュー終わりましたみたいな毎日 LINE してます、はい、さっきのノブショットはわあもういいやってなるけど、はい、これは無理なんだ。あ、これは無理なんで、これはもう管理されてるんだ。はい、管理されてるんで、あ、やらないと怒られちゃうんで、で休んじゃうと次の日に倍ねみたいな、ちょっと嫌なんで頑張ってます面白い、はい、じゃあちょっと
やってみます、うん、最初は軽い方、最初は軽い方で、重い方で、最初は最初重い方、はい、振ります。うんうんうん、音が全然違う、はい、じゃあ軽い方も、軽い方も軽い方はもう、なんか重いのから軽いのに変えるのに意識することってあるんですか？特になく、もうその11段階のリズムみたいな。そうです、リズムです。でもやっぱ軽い方をこうパッてやると最初1回目が結構早く振りがち、あ、確かに、になっちゃうので、そこだけ気をつけて。あ、それ大切かもしれないですね、はいはい、気をつけて。でも気をつけるって言っても、そのでバッて早く上げがちなので、うんうんうん、それってやっぱ一番良くないので、なるべくちょっとゆっくり上げるの意識して、で少しずつ軽めに。なんか僕は初めて聞いた、はい、やってみよう、うん、はい、よかったら。結構割と、まあ、50回とかでも30回でもいいんで。そもそも素振りを、はい、僕はしないんで。アマチュアでごめんなんだけど。そうですよね。そう、だけどそれだと嫌でも11回振るじゃないですか、はい、でかつ軽いのと重いのだから嫌でも22回振れるんですよ、うん、はい、多分同じあれで22回全力で振れとか、うん、いつも通り振れとか多分無理なんですよ、うん、あ、そうですよ、私も無理です。そう、はい、分かります。それがそういいのと、いや、それはすごい理にかなってると思います。本当ですか、うん、そう、確かに私も思います。なんでっていうのはちょっと合ってるか分かんないから全然そう言えないんだけど、はい、そう、うん、これはね、多分アマチュアの人はね、はい、やってみていいと思う。やってみていいと思う。私も思います。そう、これは朝の、まあ、練習、コースとか行く前とか打席で、まあ、20回最低振れば、やっぱりいっぱいこう振ると振り方っていうか体に覚えるっていうかじゃないですか、うん、で急にボール出していきなりバンブリしろって言ったらほぼ当たらないじゃないですか、うんうんうん、でもこの素振りしたらやっぱりそのちょっと振れるようにはなるので、飛距離も朝ちょっと20回振るだけでも変わると思います、うん、打つのはそういう加減をしてやらない、素振りだけ、素振り、あ、打つのも、まあ、微妙な距離とか打ち分けとか打つ時は加減っていうかするんですけど、あ、加減しますで、その時ってせっかく11段階分かってるから、はい、このぐらいかなみたいな感じで打つんですか、それとももうそこはもう感覚で任しちゃう感じですか？もう感覚ですね。結構自分見たまんまその距離とかで結構打ち分けっていうか打つので、また日によるんですよね。結構なんか今日ちょっと触れちゃってるなとか飛んじゃうなとかあるので、まあうまくそこは感覚で、まあ6割とかでいいかなとか、まあ100ヤード以内だったら全然6割とか5割とか。今日のその調子で違うもんね、なんか、はい、今日こんな日かみたいなので合わせていくもんね、うん、そうです、そうです、合わすので。うーん、はい、分かりました、はい、まあ、まずその棒を買わなきゃいけないんだけど。そうなんです、こういう、まあ、ちょっとしなりある棒、うん、まあ、でも最悪重くなくても軽いのもあるじゃないですか、軽いのでも全然、まあ、まずやってって感じ。そうですね、とりあえずやってみるのがいいと思います、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、植竹選手にちょっと来ていただいて、まあ、いろいろクラブも珍しいものいっぱい教えてもらったり、はい、ちょっと一人で遊んでるなんか練習なのか遊びなのか分かんないでも結果アプローチ上手くなっちゃったみたいな、はい、そういうやつとか、ね、はい、あと最後の11段階、はい、ポスブリ、はい、いろいろありがとうございました。ありがとうございました、はい、選手としては今年はプロテスト合格をまず目指してっていう感じで、ね、はい、そうですね、まず目標はプロテスト合格ですね、うんうん、はい。あ、そうだ、リンゴルフのトーナメントはあの上位だとアメリカに行ってちょっとチャレンジできるじゃないですか、うん、はい、あの USLPGA、はい、あの辺はご興味あったりするんですか？まあ、めっちゃ興味あります。海外でもちょっと戦ってみたいなとかあるの？はい、うん、やっぱありますね、はい、昔はそんなに海外志向とかなくて、まあ、日本って安全でご飯美味しいじゃないですか、うん、もう日本絶対出ないと思ったんですよ、うん、でも最近こうちょっと考えて、海外とかって若いうちじゃないといけないかなって思っちゃって、うんうん、でなんかいろいろ挑戦しないと、まあ、一応まだ若い方だ、ちょ若いと思ってるんで23で、うんうんうん、まあ、今のうちにしかできないかなって思って、まあ、そういう USLPGA さんの方も、まあ、できれば挑戦とかしてみたいなって思ってて、うん、なんかレベルアップっていうかしたいので、いろんなの見たいんで、うん、はい、もうチャンスがあればっていう感じで、ね、そうですね、はい、分かりました。まあちょっとプロテストをね、まずこう一番に置いてもらって、はい、そうですね、まずは、はい、って感じで、あの、はい、まあ、僕らも応援してますし、まあ、トーナメントも全選手応援はもちろんなんですけど、はい、応援してますし、はい、あの、まあ、いっぱいファンの方とかもいると思いますんで、はい、今後のね、はい、ご活躍を応援してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。